にちは、ミサトオーストリッチファームです。今回の動画では大人のオスダチョウについて解説します。それではスタートです。鳥類のほとんどがオスとメスとで姿が異なり、オスの方が派手な外見をしています。ダチョウも同じく黒白の羽にくちばしと足の赤色とでかなり目立つ配色です。体はメスよりもやや大きく、大腿部にしっかりと筋肉がついています。足の前側とくちばしは赤っぽい色をしていて、繁殖期にはより鮮やかになります。この動きはディスプレイというオスの求愛行動です。求愛ダンスとも呼ばれます。これはブーミングといい、喉の振動によって低い音を出します。オスのダチョウはメスやヒナに比べて攻撃性と警戒心を持っています。野生では卵を守る役割があるためです。時には激しい蹴り合いをすることも。とはいえ、こんな風に牽制し合うだけの時もあります。それではこの辺で終わります。